らっしゃいませ。いらっしゃいませ。ん？何のお店だろうな。フェルトグッズはいかがですか？お、ねずこ、行ってみるか？うん、よし、行ってみよう。このミシンで可愛いものをお作りしますよ。一つお願いします。それでは順番にお並びください。はい、わかりました。お、ねずこ、俺たちが一番目みたいだぞ。それじゃあここに並んでおこう。うん。あー、今日も担任か。ん？ねずこちゃんじゃないか。ねずこちゃん、何に並んでいるんだい？フェルトグッズがもらえるんだって。そうなんだ。じゃあ俺もねずこちゃんの後ろに並ぶね。うん、私はゼイツくんの後ろ。ねずこ、何を作ってもらえるか楽しみだな。なんか可愛いものの匂いがする。でもめっちゃ並んでるじゃん。メール早く欲しいのに。あ、そうだ、カナオちゃん。ん？メルちゃんどうしたの？なんかね、葵ちゃんが呼んでたよ。え、葵がどうして？どうしてって、ほら、なんか新しくさ、怪我人が来たらしいよ。ほら、早く行って行って。でも師範に言われてないし。いいからいいから、ほら早く行かなきゃ。なんとかカナオちゃんを騙した。次はジャイントくんね。ジャイントくん、え、誰だよ。なんなんと、なんなんとに行くのよ。え、カスガイガラス、俺のチュン太郎は？チュン太郎の代わりに来た。いいから、なんなんと、なんなんと、早く早く。いいでんで、いいでんで、わかったわかったから、つつくなよ。早く行くの。行ってらっしゃい。メルのカラスちゃん、よしよし、次は。わあ、鬼が出たよ。え、鬼だよ、鬼が出たんだよ。しかもコンペイトー屋さんで。え、町のみんなを助けに行かないと。ねずこ、行くぞ。コンペイトー屋さんを守らなきゃ。誰もいなくなった。よし、さあ、それでは順番にお作りします。一番目の方は確か、はいはいはい、一番目はメルです。あら、本当でしょうか？え、本当ですよ、信じてください。じー、わかりました。じゃあお作りしますね。やったやった。何作ってもらえるんだろう。はい、できましたよ。どうぞ。わあ、かわいい。ありがとう、しのぶさん。つけてあげますね。やった、ちょうちょの髪飾り欲しかったんだよね。メルちゃん。あ、あ、ねずこと炭治郎、鬼なんかいなかったでしょ。あれ、コンペイト屋さんもなかったよ。そうでしょ、そうでしょ。メルちゃん、ん？さっきカラスに南南東に行けって言われたけど。あ、全員つく、あのカラスメルのだよ。あれ、メルちゃん、葵が本当に呼んでた？え、葵ちゃん、全然カナオちゃんのことなんて呼んでなかったよ。あれ、メルちゃん、嘘はいけませんよ。もしかして、しのぶさん。はい、その髪飾りには嘘をつけない毒を塗ってあります。いや、ごめんなさい。じゃあ今度こそ順番にどうぞ。ねずこ、何にしようか。ん？ん？あ、これですね。うん、はい、できました。これはどうぞ。ありがとうございます。ねずこ、かわいいのを作ってもらってよかったな。今日の髪型にはつけれなそうだから、腕につけて帰ろう。次は赤妻くんですね。何にしましょう？
やっぱり俺はねずこちゃんの可愛いものが欲しいです。はい、どうぞ。いいねずこちゃん、ありがとうございます。しのぶさん、しはん。あら、かなお、かなお何がいいですか？そうですね、かなおにはあれにしましょう。はい、かなおにはこれをあげます。これは炭治郎の柄。ありがとう、しはん。さあ、もうお客さんはいませんね。しのぶさん、あら、メルちゃん、この毒って。大丈夫ですよ、時間が経てば効果はなくなります。ああ、よかった。はい、ということで今日は動画に出てきたマスコットや髪飾りをね、このフェルティミシン鬼滅の刃セットで作ってみようと思います。はい、はい、こんな6種類のものが作れます。セット内容はこんな感じ。サイドにあるここでスイッチを入れます。一瞬ウィンってなるけど大丈夫、すぐ止まるから。うん、一回入れて、ここがスタートストップボタンね。ライトがついてるところに布をセットしていきます。よし、じゃあ実際にやってみよう。いろんなマークがあって、星のマークから縫い始めてハートのところでストップだよ。くっついてる？あ、ずれちゃった。ずれちゃった。ずれちゃった。いや。こんな感じでフェルトとフェルトがね、くっついていくよ。はい、ねずこのお布団が完成。こんな感じです。このプラスマークのところを最初にちょっとだけ縫っておくとずれにくくなるよ。綿がついてるから間に綿を詰めてぷっくりさせることもできるよ。じゃあ次はヘアアクセを作ってみましょう。はい、これは一直線にここを縫うだけだから簡単だけど、ちょっとねこっちのフェルトが細いからはみ出ないように気をつけて。ヘアアクセは2つのパーツを組み合わせるだけだよ。こんな感じでくっついたよ。裏はこんな感じだね。チャンネル登録がまだの人はポチッと押してね。